TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 クリス・ペプラーです、ゴールデンウィークに入りました。5月1日、今日暖かかったね。26度まで上がったということですけれども、ただやっぱり寒暖の差すごいからね。でまた東京マップスやるんだけれども、東京マップス来られる方は絶対防寒、夜寒いからね。そうなんだよね。昼間はもう T シャツでもいいぐらいなんだけど、夜は寒いんで、毎年そう思うもん。本当ね、ぶっちゃけダウン持ってきた方がいいですよ。多分もうみんなダウンはしまっちゃってると思うけれども、持ってきた方がいい。多分ね、ユニクロかなんかで買う、ほら、あるじゃん。あ、薄いやつ、薄ダウン。ウルトラライトダウン。そう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 。ウルトラライトダウン！あれがいいかもしれないね。結構コンパクトにさ、圧縮できるじゃん。小さくすれば持ち運びも便利だと思う。でもあった方がいいよ。ないと本当に寒いからね。そう、毎年思うもん。で、そうなんでね、薄着の人は帰っちゃうからな、あまりにも寒くて。でも逆に六本木ヒルズがなんか逆に買い物する人いるかもしれないよな。ねえ、ザラとかなんかでさ、ついでに買っちゃえみたいな、それもありかもしれないよな。まあ暖かくしてください。今年は亀田誠二さんプロデュースなんでね、すごいですよ。やっぱり亀田パワー炸裂。さあ、それでは5月1日、今月最初のカウントダウン、トップ5はどうなってんでしょうか。5位は今年の J-WAVE 春キャンソング、ザ・プールサイド、ハローレイディオ。4位はベビーメタル、空手。先週3位からワンポイント後退ですが、まだまだアルバムが売れてます。3位はレイチェル・プラッテン、ファイトソング。先週トップ目前2位までいったものの、こちらもワンポイントダウン。おっと、2位も先週からワンポイントダウン、王座陥落です。パフュームフラッシュ。ということで、最新の TOKYO HOT 100 ナンバーワンが月とともに変わりました。パフュームに代わって100曲チャートのてっぺんに立ったのは、久々ヒッキーがエントリー2周目にしてナンバーワン、宇多田ヒカル、花束を君に。はい、いかがでしょうか。こんな感じで揃いました。さあ、次回の TOKYO HOT 100、ゲストはサルとキング、サルキング2組登場です。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100